カライト層は、バラかバラか割れも後族に分類される、多年層の一種。種小苗の、北ウサーネンシスは、両白産地の白山を意味する。和苗は、美しいおしべを、中国都来の絹糸に見立てたことに由来する。草丈は30から100センチメートル。茎は斜め上、または真上に伸び、上部が少し枝分かれし、緑色でほとんど毛がない。根茎は太い。 根小葉の側小葉は4から6体、部状を複用。症用は、楕円形、長楕円形、長さ4から6センチメートル、円に鋭いのこぎり葉がある。葉の裏面は、粉白色、十数体の隆起した側脈がある。形容は小さい。下水は、長さ4から10センチメートルの細長い円柱型で、垂れ下がる。1、数個が三房状につき、 泡褐色の綿毛が密生する。白花品のものもある。小花は高色で直径が約1ミリメートル。花弁はない。湯髄は6から12個。学辺よりも長く、長さ7から10ミリメートル。黒子色の天井の薬がつき、脂髄は1本。薬は乾くと高褐色となる。花は下水の上から下へと咲き進む。学辺は筒状の楕円形、4両があり。 そり返り、外面の花砲に毛がある。花季は7から9月。果実は総果てで、学糖に包まれ、逆さ乱形で角質。染色体数は、2N イコール28。白山の草地に生育する。辛い塗装日本の固有種。本州中部地方の日本海側に分布する。赤坂山の山域で、この南原、または、西南原となっている。基準標本は、 白山のもの。花の百名山で、日田山脈の G 型岳を代表する花の一つとして紹介された。日田山脈から松岳の八方尾根には、割れも孔との雑種と考えられている八方割れも孔が分布している。朝鮮半島に、変種の高麗かい糸層が分布している。阿公山帯から高山帯にかけての砂基地、岩壁、草地などのあまり乾燥しない場所に生育する。 ゴマシジミの幼虫が葉を食そうとしている。以下の都道府県により、レッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。